坂出市大藪町の瀬戸内オリーブ園工場の中にやってきました。千葉さん、今日もよろしくお願はい、いし今日もよろます。しくお願いいたします。はい、今回はオリーブオイルの搾油が見れるということで。はい、前回に引き続きですね、今回もオリーブの採油をしているんですけれども、今日は、オリーブの実の品種でルッカという品種があるんですけども、こちらの採油を、1日やっております。もうね、11月、今日19日になってますけそうどですも。ね。はい、オリーブの収穫、それから採油もですね、中盤を超えてきまして、少しずつですね、オリーブの、熟度が進んできております。で、少しまろやかなですね、香りの高いようなオイルができるような時期になってきております。じゃあちょっと見せてもらいましょうはい、か。今日はですね、もうこの撮影までにですね、この機械の中に約10050キロから70キロぐらいですね、すでにオリーブの実を投入して、現在攪拌という工程をしております。前回ちょうどね、ここに枝実を入れそうでてすね。洗ってっていうところを見させてもらいましたけども、今日はいい具合そうに。ですね。ちょっとですね、このオイルに。覗き窓がありますので、こちらの覗き窓から見ていただくと、今攪拌中の実が見れるかと思います。見見えまますすでしね。ょうかね。茶色く。少しね、茶色っぽいような感じの色がしてるかと思うんですけれども、あこと、ちら、皮の紫みたいなのもそうですね、混ざっだているんですね、ぶ今回。熟度が進んできておりますので、緑のね、絞りた実の果実よりは、どっちかというと、ちょっとこう、熟したような感じの色合いに変わってきております。で、ちょっと光をね、当ててみますと、キラキラとですね、油が浮き出しているのが見えますでしょうか。この白いキラキラが、ちょっとね、光当たるとこうキラキラとするようにね、これがね、オリーブの油なんですけれども、これだけのね、170キロぐらいの約1割ぐらいがこの中にね、今油としてこう染み出してきているような感じです。オリーブの実を入れてるだけですもんね。もう他に何も入れておりませんので、オリーブの実を投入したものを粉砕してですね、こういう形でマラキシングという攪拌の工程を進めております。これはどのくらいな時間かだいかたいる。ね、実の状態によってですね、時間は変わってきておりますので、練り時間によってですね、風味が変わってきたりとかいうのは、この窓でですね、少しずつ確認しながらタイミングを見計らってやっていきます。で、今はですね、ちょうど、オリーブオイルのですね、今度これ、この実を遠心分離機の方にですね、かけて出していくという作業の方をさせていただきます。今粉砕は終わっておりますので、今からですね、遠心分離機の方の機械のスイッチを入れていきます。この遠心分離機の機械は、以前にお話をしたかもしれませんけれどもですね、3600回転っていうね、非常に高速の回転をして、今の実と油をですね、分離をしていく作業をしていくんですけれども、この高速の回転はですね、小型ジェット機並みの回転の速さがありますので、非常に大きな音がね、なっておりますので、で、この遠心分離機にかけてですね、実と、それから水分と油の油分がきっちりとですね、分離していって、その分離した油だけを取り出していくというような工程になります。こちらのですね、カップ、小さなね、これ3リットルのカップなんですけども、これにですね、ちょろ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 とですね、油が出始めてくるまでですね、だいたい遠心分離機開始してから2、30分後ぐらいに出てくるようになります。じゃあ回していきましょうか。飛行機が飛び立つかのような音が
してますけれども、はいはい、これで攪拌作業を約30分、はい、はい、約、30分ぐらい経ちましたら、あの油がね、出始めます。攪拌はね、30分までぐらいが多いんですけれども、うん、あのその時の身の状態であるとか、油の含有量とか、気温とか、そういったものをですね、こう、チェックしながらですね、油の採用を進めております。はい、30分経ちました。はい、はい、先ほどからですね、うん、オリーブオイルが出始めておりますので、ぜひですね、ちょっと新しいオリーブオイルがどんな感じで出てるのかを見ていただきたいと思っております。はい。はい、で、ぜひですね、ちょっとお味見もしていただきたいと思いますので。はい。はい。それではどうぞ。はい。じゃあちょっと中入ってみましょう。中はね、ちょっと音がうるさいので、皆さん音をお楽しみください。でしょうか。大きな音がしますけども、こちらがオリーブオイル、こんな感じで出ております。ちょっと取ります。結構ポタポタではなく、ジャーという感じに出てきますね。はい、だんだんとこう身が熟しまして、しっかりとオイルが出るようになってきますと、含有量が多い身なんかで打つと、先ほどみたいにね、こうザーッと出てくるようになってきますけども、うん、早い時期に採用したりしますと、ものすごくね、少量しか出ないこともございます。はい、こちらね、はい、先ほど採用して、うん、取り立ての油なんですけども、うん、本当にオリーブの実を絞って、攪拌作業をした後でですね、遠心分離で出してきただけの状態。はい、この出たてのですね、うん、オイルのお味見をする機会というのはあまりないと思いますので、はい、ぜひちょっとお味見をしてみてください。はい、ありがとうございます、はい、いただきたいと思います。本当、口当たりまろやかで、最後喉にピリピリという刺激というか、はい、ありますね。はい、そうですね、やっぱりこう辛みが、ね、あるのがオリーブオイルのいい特徴にもなるんですけども、はい、ルッカらしいね、ちょっと華やかなミッションなんかですとね、うん、こう草っぽいようなね、青草の香りが強いんですけど、ルックになりますとね、うん、ちょっと草っぽいというよりは、なんかこうオリーブオイルの優しい味が楽しめるかと思います。そうですね、はい、本当にこのなんか、まあ、下にこの溜まってる感じのこれは何なんですか。はい、これがね、オリーブの果実分であるとか、はいはい、そういったものがこうまだ出ている状態ですので、うん、もうしばらくすると完全にね、もうオリーブオイルが綺麗なオイルと、綺麗な澄んだね、透明な、はい、透明なオイルがね、もう少し出やすくなります。こんなのがでも味わえるのはもう今本当ここに来た特権ということで、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、千葉さん、今日は本当新鮮な取れたてなオリーブオイル味わわせてもらいましたけれども、はい、実際も皆さんも買うことができる。はい、はい、このね、今日ですね、こうやって出ておりますオリーブオイルはですね、すぐにろ過をしまして、鴨町のですね、売店の方で瓶詰めしたものを販売、間もなく開始させていただきます。どうぞお問い合わせいただきたいと思います。瀬戸内オリーブ園のオリーブ以外のものといえば、なた豆もありましたということで、今日は蓮井さん、なた豆の収穫今真っ最中ということで。そうですね、はい、今ちょっと季節が遅れてるんですけど、今だいぶ大きくなったんで、今なた豆を収穫しています。はい、以前ね、向こうの別の農園で縦にこうツルツルできてるやつを見ましたけど、こちら別の品種なんですね。そうですね、はい、これ白なた豆と言います。たくさんなってるでしょ。はい、すごいなってますね、はいはい、これ幹が太いので、はい、大きいハサミで切ります。はい、お、切りました。はい、はい、するバーとこういう風に実がなってます。一気に取ったらこうなってる。あ、すごい。へえ、すごいですね。これで一つの枝で、うん、木でこう幹で20個以上になってるの違いますか。ですね、だいぶ成長しております。でもこのまんま、そうですね、これを、うん、これ細く刻んで、はい、乾燥して、で粉砕して、それから焙煎してお茶としていただきます。オリーブの葉っぱと混ぜて。そうですね、
はい、オリーブなた豆茶。こちらが白なた豆ということで、はい、赤と白とどう違うんですか？今の赤なた豆の方が需要が少し高くて足りない状態なんですけど、はい、育成の方がちょっと難しくて、ここの畑では白なた豆を育成しています。お茶には両方とも使う？お茶には両方とも使います、はい、でこのなた豆お花も咲いてますね。そうですね、今年猛暑の関係だったので、うん、ちょっと花の時期がね、範囲が広く今でも花を咲いてますですね。前向こうの赤なた豆見た時は花の後に実ができてる。そうです、そうです、感じでしたけど、こちらは、はい、これは遅咲きですね、うん、遅咲きのお花がいっぱい咲いてます。綺麗ですね。はい、綺麗です。で、あ、白なた豆が紫のお花が咲いて。そうです、赤だと白の花が咲きます。そういう違いもあるんですね。もともと産地はどこなんですか？もともと鹿児島県ですね。鹿児島県でたくさん作られてる。あ、はい、じゃあ暖かいところで。そうですね、今現在は岡山県、鳥取県が主に作ってますね、うん、香川県では私方だけじゃないですかね。瀬戸内オリーブ園のみで、はいはい、でも瀬戸内オリーブ園さんは一緒にね、オリーブとお茶にしようっていう試みですけど、はい、そうです。本来他に何か需要っていうか使い方ってあるんですか？そうですね、一番初め花からできたこんまいかわいい実はですね、はい、皆さんご存知のように福神漬け、はいはいはい、ちょうどひょうたんみたいにカットしてある豆がある、あれがなた豆のかわいいなた豆ですね。福神漬けで食べてたんですね。そうです、そうです。で鹿児島はこういうものを塩漬けにして、うんうん、お漬物として食べてますね。あ、その大きくなったものも使って、はいはい、塩漬けして、じゃあなた豆の塩漬けみたいなのどうする？そうです、そうです。へ、結構取れましたね、この23 24 25 26 27 27。この一株で27本のなた豆立派なやつが、これすごいですね。結構そうでしょう、うん、これ追いやってやって一つの分に 40個ぐらいはなるんですよ。あ、そうなんですね、うん、じゃあこれうまい具合に育てれば、そうです、ね、肥料も何もいらないので育てやすい、はい、はい、で育てやすい食物ですね、はい、はい、じゃあ香川でもこれを今後増えるかも。はい、そうですね、はい、これで歯周病とかね、うん、花の息の通りを良くするとかそういう効果があるんで、はい、ぜひ皆さん使ってほしいですね。はい、わかりました、はい、そして鴨町の売店にやってきました。瀬戸内オリーブ園の直売店です。ここでオリーブと売ってるんでしょうかね。千葉さん、こんにちは。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。今、なた豆の収穫も見てきたんですけど、はい、こちらで商品を置いてるんですよね。はい。はい、今年の、オリーブオイル瓶詰めしてね、販売を始めております。はい、そして、はい、先ほどのね、うん、なた豆がこれ。なた豆がですね、こういった形でですね、オリーブなた豆茶という商品なんですけれども、はい、オリーブの、葉をですね、とそれからなた豆と一緒にですね、はい、お茶ティーバッグにしまして、すぐに飲めるように作らせていただいております。ねえ、なんか鼻に効く、鼻にいいみたいなことですね。漢方でなた豆はね、よく使われているというふうには聞いておりまして、非常にね、需要に健康にね、いい商品にはなるんではないかなと思っております。もちろんね、飲みやすいというのを前提に商品できておりますので、こう今ちょっとこうね、入れさせてもらいましたけども、はい、こう色味としてはね、うん、こういったこうほうじ茶のような色味なんですけれども、ま、もちろんノンカフェインでございますので、はい、非常にね、飲みやすい麦茶とも言える、豆茶とも言えずですね、かといってその苦みのあるようなお茶でもないので、普通のね、普段飲みのお茶としてですね、ワンランク上のお茶をぜひお試しいただけたらと思います。あったかいお湯ですぐにね、出ますので、はい、飲みやすい温度でお召しいただけたらと思います。